というのがですね、答えになってくると思います。思春期に入る時のですね、身長がその人の最終身長を決めるなんてデータもありますので、寒い地域の人の方が身長伸びる。全然それもね、十分あり得るでしょうというのが私は正しいと思います。身長美容、医師学科学生、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊で身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしていただいたらチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日はね、身長先生聞けの43番目ですね。身長先生聞けの前回の42番目のコメント欄の中からピックアップして答えていきたいと思います。ということで、ね、どんどん質問に答えていきたいと思います。SI さん、新規症状と成長シートどちらを参考にするといいかということですね。新規症状が陰毛が12歳6ヶ月、声変わりが13歳3ヶ月、髭が14歳手前から濃くなり、青髭は14歳3ヶ月で少し早熟かなと思うのですが、身長は現時点14歳3ヶ月で成長シートに当てはめると平均的で6歳頃から真下に降りていますということですね。これすごくいい質問だと思います。まずはどちらがっていう質問に関してはこれすごく難しいです。両方を当然検討するわけになります。天気予報でいうと気圧と気温とどっちが大事かってことですね。両方大事でしょうっていうのがですね、答えになってくると思います。その中でこの方の場合ですと、成長シートで結構真下に降りてるっていうタイプですので、そういった表現からはそんなに極端に陰毛が早く生えてるとかではないですので、比較的平均的っていう表現がね、正しいかなと思います。この場合ですとこの方の最終身長は単純にね、成長シートで真下に下ろしていったような値が期待値っていう表現だと思います。次 MH さんですね。先生こんにちは。最近のショートで思春期症状が出てから20センチが伸びるとおっしゃっていましたが、そうすると170センチ超えるとなると、まず身長150センチで陰毛が生えていないということが一つ目安ということでよろしいでしょうか。もちろん伸び率に個人差あると思います。結局大切な早熟盤熟よりも思春期に入った時点での身長が大切ということですね。いくら晩熟でも元々の身長がかなり低ければ高身長にならないだろうし、逆に早熟で小4で陰毛の思春期症状が出たとしても、身長がすでに160センチぐらいある男の子なら180センチぐらい伸びるんだろうなと思います。これもね、すごくいい質問だと思います。視聴者さんのね、レベルが非常に今高くなっているというのはよくわかります。これもおっしゃっていただいても全部正しいです、一言で言うとね。なので例えばですけど、思春期に入る時のですね、身長がその人の最終身長を決めるなんてデータもありますので、まさにこの通りだと思いますので、やはりですね、思春期開始前まで身長伸ばすということが大事になります。ただね、多くの場合はね、思春期症状が出たぐらいからね、身長で気にされる方が多いというのも事実ですね。できるだけ早い段階で最終身長をしっかり予測していくことが皆さんにとっても有益だというふうに私は思います。次、コウハセさん、いつもためになる動画ありがとうございます。小学校3年生になる息子がいますと、身長推移が誕生から現在まで平均を少し下回るペースです。低身長治療を行っている病院でレントゲンを取ったところ、骨年齢が1歳から1歳半程度若いとのことでした。そこでお伺いしたいんですが、骨年齢が若い場合盤熟になるなど、身長が伸びる期間が長くなる傾向はありますでしょうか。また骨年齢と早熟盤熟症との関係はあるのでしょうか。お手数ですが、機会があれば取りいただけると幸いです。ですね、これはね、もう一言で言うと関係がありますね。当然といえば当然という表現だと思いますね。関係があるでしょうという表現です。ただそれがですね、完全にどこまで一致するかというのは難しいところですね。ちょっとこれで、ね、皆さんに理解していただくのは少し難しいかもしれないですけども、骨年齢が例えば盤熟だった場合は、どっかしら必ず骨年齢が実年齢に追いつくフェーズがやってきますので、そこら辺を例えばですけど、新規症状でキャッチアップしていくとかっていう現象はありえますね。ただ骨年齢が盤熟で新規症状盤熟っていうのが、一般的にはまずはね、それが説としては比較的正しい方向性というふうな表現が私はいいと思います。次、リルさん、成長期の期間、身長が伸びる期間、人それぞれでしょうか。去年10センチ伸びて、今年も4ヶ月で3センチ伸びる。もちろん、ね、それ人それぞれという表現だと思います。それぞれというのはどういうふうな因子でね、決まるかっていうと、男性ホルモンだったりとか女性ホルモンの、いわゆる性ホルモンによって程度というか、そういったのは決まってくるような見解が正しいと思います。ただね、それだけじゃないですよね。次、ひろき田中さんですね。いつも勉強になる動画があります。成長期に伸びる身長ペースは一定なんですが、そして動画で言っていた冬より夏の方が身長伸びるのは本当なんですか。僕は冬の方が伸びた気がします。そんな事例もあるでしょうか。採用お願いしますですね。まずは身長伸びるペースが一定なんですかって質問なんだけど、それは正直言うとないと思いますね。身長ってかなりこう変動しながら伸びていくものですので、一定という表現ではないと思います。伸び率が高い時もあれば低い時もある、そういった表現が正しいでしょう。夏の方が伸びるかって質問ですね。これは非常にその小さな時ですね。その時に夏の方が伸びてるっていうデータが出たっていうのが、おそらくその動画で解説してる内容だと思います。ただそれに対してなんですけども、ベルクマンの法則ですね、寒い地域の人の方が身長伸びるっていうデータもありますので、そういった意味でですね、冬の期間が長いわけですね。寒い地域ってね、冬が長い地域の方が身長高い、つまり冬の方が身長伸びるっていう説もそこから生み出すことができるわけになりますので、どちらが正しいということもないと思います。人それぞれっていう表現だと思います。僕はね、冬の方が伸びた気がするということで、そんな事例もあるから全然それもね、十分あり得るでしょうという表現が私は正しいと思います。はい、今日はねこれぐらいにしとこうかなと思います。皆さんもね、身長に関する疑問がありましたら、ぜひコメントの方に記載お願いします。それではまた、バイバーイ。